マックスです。おはようございます。ラスカルでございます。今日はね、もう物は見えているんですけど、久々にねマクドナルドさんのメニューを使った企画となっております。というのもね、ギネス記録にハンバーガーが3分で何個食べれるかっていう、まあそういった記録があるんですけれども、一応ねギネスではハンバーガーが12個という記録らしいんですよね。で今日はね、僕もその記録に挑戦しようと思い、めちゃめちゃ買ってまいりました。まあ、ちょっと企画の準備をするので少々お待ちください。はい、ということで本日用意したのがこちらでございます。ハンバーガー20個でございます。いや、めちゃめちゃあるんだけど。まあちょっとね、動画見た感じだと、もしかしたらね、ちょっとマックじゃないかもしれなくて、記録っていうか、まあ量とかはね、若干異なるかもしれないんですけど、今回はね、ハンバーガーの早食い記録としてこちら20個用意いたしました。いや、めっちゃある。とりあえずね、とりあえずね、あの記録やる前に全てね包装剥がしていきたいと思います。はい、ということで今食材の準備が整いました。いやー、ドキドキするな。こういうチャレンジなんかね、毎回ドキドキするんですよね。まあ、牛丼の時もそうなんですけど、3分でいくつ食べれるんだろう。ちょっと本気にならないといけないと思うので、頭にね今日はタオルを巻いていきたいと思います。いや、よいしょ。今回行う早食い、もしくはあのいつも行っている大食いなんですけれども、命のね危険に関わる場合のある事故が起きる可能性もございますのでね、こういった行為は絶対に真似しないでください。じゃあちょっと早速3分間で始めさせていただいてもよろしいでしょうか。ちょっとこちらにタイマーをセットしてありますので、いきます。3、2、1、えいっ、よし。
うん。おお。あ。ムッキー。はい。ってことで今3分が終わりました。20個あったうちの残りがね7個なんで13個。ってことで一応ギリギリ超ギリギリでございます。疲れた。ただね、まあ、あの大会の方はこう食べ終わった後に毎回ね口の中を確認するためにこう見せたりとか、まあ、今回やった方法とは若干異なってるので、まあ、そのギネスの記録のね個数とはちょっと比べられないかもしれないんですけども、数としては13個完食という結果になりました。ただね、まあ、このまだ残ってますけど、はい、よいしょ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 と、もちろんねこれだけじゃないのでまたね追加で食べていきたいと思います。ちょっと普通にハンバーガーをゆっくり食べたいな。うん。うまい。やっぱりね、あの何個食ってもうまいもんはうまい。うん。あ、ストロー忘れちゃった。持ってきまーす。忘れてしまっていたよ。とりあえずまずね、コーラの L サイズで、よいしょと、だから今販売してるラムネシェイクだっけ、これの M サイズ、よっ、コーラ飲みたいよね。あー、うめっ。なんかね、早食いすると変なとこに力使うんだけど、今ね肩がめっちゃ痛い。なんでだろうこれ。いってて。そして今ね、期間限定で出てるあのチキンタツタと、このチキンタツタの明太チーズ買ったんで、とりあえず普通のチキンタツタから。見えるかな？よ、うまそう。おいしょ。はい。うまっ。久々に食べたけど、こんなお肉柔らかかったっけ。うん、チキンタツタめっちゃ美味しいんだけど、ジャンクなマック感がない。なんかすごい上品。これこれでもちろん美味しいです。これが明太チーズ。あ、明太見えるか。あ、ちょこぼれそうだな。こっちにね、明太ソースになんかね、スライスチーズが中に入ってます。うん。うん。なんかすごくもったりしてる感じ。全体的にまろやかだけっていうか、まろやかが多すぎるから、こう明太の方ももうちょっとピリ辛でもいいかもね。うん。これ。ラムネシェイクも、あれの味がする。あの昔あったやつ、名前が分かんないんだけど、まあそのまんまなんだけど、あのラムネ味の棒アイスの味がする。なんて言ったらいいか分かんない。うん、なんか僕これディスってるんじゃないですよ。あのマクドナルドさんのこの冷めるとさ、口の水分を全て持ってかれるようなこのバンズ、いい意味でチープな感じがもうめっちゃ好きなんですよね。さっきみたいにチキンタツタのふわふわってもちもちっとしたよりかは、だからこっちの方がね、あ、俺今マック食ってんなって気がする。うん。そしたらエビフィレオかな。まあ、紹介するまでもないと思うんですけど、みんな知ってるこのエビフィレオね。はい、エビフィレオでございます。うん、相変わらずうまいね。うん、
エビ変わった？なんか前よりもプリプリしてる気がするんだけど、気のせいかな。久々だから気のせい。グランクラブハウス、あれ俺食べてたよね。あれ食べてた。1万円企画の時絶対食べてたよね。これ全然記憶ないんだけど。こうトマトとかレタスとかね、ちゃんと野菜が入ってる方がうまっ。うん、これラストのハンバーガー。うん、皆さん朗報です。20個目のハンバーガーでもうまい。うん、これでねバーガー系ラストでございます。照り焼きバーガーを。うん、もうこれは説明いらないぐらいうまいよね。うまっ。ふう、いやお腹いっぱい。ごちそうさまでした。今すべて食べ終わりました。うん、まあなんとかね目標のギネスの個数は超えることもできましたし、しっかり美味しいバーガーもいっぱい食べれたんで、今日は大満足でございます。はい、ということで本日もご視聴ありがとうございました。この動画が良かったと思ったらチャンネル登録、コメント、高評価お願いします。じゃあね。